川から見たら完全に怪しい人になってますよ。てかてててて、てかてててて、てて、てかて。今日はこちら、ね、虫取り網持ってきました。虫取り網と虫かごね、持ってきましたんで、ね、今日はね、本格的にね、昆虫を、捕まえたいと思います。今日は本格的に虫を捕まえに来ました。確かこれ伸びるんだって。物色にはまった。何を探してますか？何を探してる？いや、適当に食えるやつ。食えるやつだったら何でもいいぞ。食えるやつは何でもいいぞ。別に。かまん。かまわん。この前取った虫はうまかったん。エビです。エビの味です。エビです。ハサミムシもエビ。あと、草切りだから、なんとか切りは、あれはもうエビ。エビですね。はい。エビでございました。まあ、うまいかまずいかっていうと、まあ、微妙ですね。蜂やアリなら食えそう。微妙っすね。うまいかって言われると、まあ、微妙。なんだこれ。手で食べるんですか。いや、炒めて食べます。今日はね、カブトムシを取りに来ました。カブトムシです。クヌギとコナラの木をね、見つけましたんで、カブトムシをね、取りたいと思います。これほどの長さがあるなら大丈夫かな。はっ、はっ。G 食ったことある。G も食べましたよ。昨日 G 食べましたけど、あれもエビですね。カブトムシ食用多用。そう、カブトムシ過去食用ですね。とりあえず一匹は確保したい。オスがね、増やすのにオスがいるんですよ。うちにはメスが一匹いるんですが、ペア欲しいんで、とりあえずオスは欲しいですね。オスが欲しいです。そこら辺のホームセンターで買うと、オスが500円しますんで。500円。500
500円するんで高いです。で金ないんで取りたいっす。クヌギの木とコナラの木はね、一応発見したんで、何かと思ったらクヌギの木とコナラの木はね、一応把握したんで、5、6本は生えてるんで、5、6本はね、生えてましたんで、公園に、ね、そこの公園に今から向かいたいと思います。で、今、一人でぶつくざ喋ってますけど、確実に怪しい人です。ただ、この格好を見れば、もう、触出はされないです、絶対。いや、虫取りに来たんすよって言って終わり。だから警察がいても何の問題もないって。ね。通報されようが何も関係ないって。問題ナッシングです。問題はありません。とりあえず昨日取れた、ヤブキリ。ヤブキリくんが、ヤブキリくんがいた場所へ向かいましょう。今日は鳴いてないですね。あとセミのね、幼虫も欲しいところです。セミの幼虫は食べるようで、セミの幼虫欲しい。昨日に比べたら結構涼しいな。ちょっとだけ涼しいです。夏はいいね。夏はカブトムシがいるからね、楽しいですよ。昨日ね、ここにね、ここら辺にいたんですよ。首切りちゃんはちゃうわ。あれ何切りだったっけ？ヤブ切りか。ヤブキリがここにいたんです。昨日ヤブキリがここにいたんですけど、今日は鳴いてないですね。あれ鳴き声があるから分かりやすいんだけど、鳴き声がね、ジーってね、鳴くんで、鳴くやつは結構分かりやすいです。いやいや、わからん。いるかどうかわかんねえ。多分いるかどうか知らないですね。わかんねえっす。わかんないけど、とりあえず、あれがいるんで、木が、クヌギの木とコナラの木があれば基本的にまあいる可能性はあるんで、まあそれはちょっとわかんないです。行ってみないとわかんないですね。まあ行ってみて、出るか出ないか。まあその場で判断するしかないですね。犬の糞迷惑です。という看板があります。実に飼い主のマナーが悪いですよね。いや、いい人もいるんですけど、当然。糞をそのままにしてるね。クソみたいなね。まさにクソみたいなね。飼い主が。犬を飼ってるやつは、結構いるんですよ。クソみたいなやつがね。うん。お前犬飼うんだったら、お前マナーぐらい守れやって。
まあそんな感じっすよね。はい、こちら、公園に来ました。ポイントは俺どこだったっけな、どこだったっけ、ここじゃないな、もっとあっちだ。結構ね、夜中でもね、公園にね、いる人いるんすよ。何やってるかわからへんけど、ほら声が聞こえる、何かの声が聞こえる。ヤクザかな、ヤンキーかな、ヤンキーかもしれん、ワンチャンヤンキーかもしれん。なんかやっとるぞ。あれ何やってんだろう。なんか5、6人でたむろってる人がいるんだけど、あれ何してんだろう。公園の中でバーベキューでもやってんのかな。ワンチャンバーベキューやってる可能性あるぞ。あ、ここですね。ええ、それではポイントに着きました。よし。亀五郎曰くカブトムシは貝柱っぽい。貝柱っぽい。あ、花火やってる人いる。花火だ。花火をやってるぞ。ほら、花火やってる人いる。花火ですね。じゃあ、ライトを装備して。それでは行きましょう。リア充爆発しろ。むむむ？カップと虫、カップと虫、カップと虫。いや、意外と幼虫、セミの幼虫とかがそこら辺を徘徊してる可能性すらある。ん？あ、なんかの、なんだこれ、カブトムシか。お？あ、ナメクジだ。ナメクジがいました。うわ、すげえ、なんだこいつら、なんかたがってる。ダングムシの大群がたがっています。何やってんだこいつ、こいつは何やってんの。女の子もいますよ。リア充が、リア充爆発しろ。初見花火してる人を捕まえて。リア充、リア充はちょっと、てかマジで、むむむ、これはクヌギの木ではない。なんだこれ、お、クヌギ、あれクヌギの木どこ行ったっけ。ダンゴムシがいっぱいいるんだよな。これか、クヌギの木、違うよな。これか、うん、うん、あ、ナメクジだ。クヌギならワンちゃん髪切りそう。髪切り、ちょっとね、手が塞がってんすよ。めっちゃ手が塞がってんすよ。こっちかな。いや、昼あったんだけどな。あ、
これっすね。これクヌギの木あったぞ。クヌギ、クヌギの木あったぞ。お？あ、なんかいる。なんだあれ。カミキリっぽいのいた。ん？あ、カメムシです。カメムシでした。カマキリ、カミキリだと思ったら。取れないなら蹴って落とすのがいい。ああ。カマキリじゃなくて、あれがいた。カメムシがいた。臭い。カメムシだ。ちょっと切ってみるか。ちょっと切ってみます。ビクともしねえ。ビクともしねえ。カメムシ、パクチーに。ビクともしねえぞ、蹴っても。いや、蹴ってもビクともしねえって。もういるかもわかんねえし。いくつかあるんですよ。これも多分、クヌギの木かコナラの木のどっちかだ。だから樹液出てねえとさ、あれなんだって。いる木もあるし、いねえ木もあるんだよ。いる木もあるし、いねえ木もあるのよ。川の近くならいるんだよな。ああ、川の近く。これあんまり近いっちゃ近くで。お？多分あいつらあれだぞ。ゴミ始末しねえやつだぞ。通報して、通報嫌悪だぞ。あいつら。おい、キックしても何も揺れねえぞ。いや、だいたいさ、このさ、靴でさ、無理だと思うよ。このゴム靴。このなんていうの？なんとか靴。このゴム靴でさ、普通にさ、無理だと思う。よし、とりあえず。あ、こっちは、これもかな。これもクヌギがコナラの木だな。もうわからねえ。いね。見つかんねえ。絶対こんな蹴っても無駄だよな。この程度のキック力だと確実に無駄だよな。よしと。今度は話しかけよう。バナナと焼酎混ぜるやつ。コマンドは弱弱全弱強。ああ、あれか。あの、バナナトラップね。知ってる知ってる。バナナトラップショー。バナナトラップね。ワンチャンね、あるかもわからん。
違うな。どうぞ。てかそこで捕まえた時あるの？ない。ないです。だから勘ですね。ここにあればいいなー的な、いればいいなー的な、いればいいけどなーみたいな。なんか怒ってる人がいる。なんか叫んでる人がいるぞ。気違いだ。あれは気違いだ、間違いない。あ、ここも、これもか。これもだな。これもクヌギとコナラの木のどっちか。治安悪いもんね。蹴ります。1ミリも動かねえ。振動すらしねえ。いそうにないな。昆虫おいしいの？昆虫おいしい？それは知らん。あ、いた！セミの、セミだ！抜け殻か？あ、セミゲット！セミセミセミ、ほら見える？すっげー。ほら、あれ？どこ行った？これ、セミの幼虫ゲット。こんなとこにいた。イエテイ。お、まだ生きてる。まだ生きてるっていうか、まだ孵化してない。まだ幼化してない。幼化っていうか、あの、あれしてない。ここいるな。意外とちっちゃかった。セミちゃんが。それはそっとしといてあげてよ。なんで？あのセミは食べます、僕は。セミは食べますよ。食べますよ。セミは帰ってあげて食べます。炒めて食べよう。炒めて食べよう。セミくん、セミくんを炒めて食べよう。よーし、一匹確保。一匹確保です。意外とこういうところにいたりしないか。お、これもクヌギの木、コナラの木。むむ、幼虫は美味しいらしいね。そう、セミのね、幼虫は美味しいらしいです。くさ。なんだこれ。何味なの？わかんない。1ミリも揺れねえもん。帰れないな。待て、パシ。もうそろそろセミの。クマゼミの成虫はうまいらしいな。ほう。もうそろそろセミのシーズンですから。結構いると思われる。意外に。エビ風味とのこと。エビ？またエビ？またエビっすか。またエビっすか。
もうエビは飽きたんすけど、またエビっすか。セミの幼虫も探してみよう。そんなに登らへんだろう、セミの幼虫って。そこまでさ、登らないんじゃないかと俺は思う。昆虫は都会じゃさすがに見つかりにくいな。カブトムシいたら食べるの。カブトムシいたら？いや、食べるってことは、あれだけどさ。とりあえずオスがいたら、育てます。ええ。オスがいたら育てる。オスがいたらね。メスがいたら。メスがいたら食べる。メスがいたら食べる。あ、もうこれ。ほら。これもう、出ちゃったセミが。これ何ゼミかな？わかんない。何ゼミかわかんないけど、抜け殻になってる。抜け殻です。22っぽい。22、ちょっと泥かぶってる色のやつ。泥の色のやつあるよな。あ、猫だ。猫が、黒猫がいるぞ、いるぞ。あれ食べるか。捕獲して食べるか。おい、黒猫。あ。黒猫くーん。あ、あ、すげえ映像発見した。ほら。猫は元でうまいぞ。ね、今もう8日最中なんだけど。ほら。今、羽化中。さなぎの羽化中です。まさに。今、羽化目前。困った顔の黒い猫ならレベルが上がるよ。22じゃね。ちっちゃいっすね。これなんでしょう。ちっちゃい。しかも耳がかゆい。あ、かゆ。耳がかゆい。クソ、刺されたな。羽化最中。まあ、これはちょっと見逃すか。すげえな。まさに羽化最中。騙して長年の苦労を無駄にしてやれ。いや、とりあえず、これは捕獲せんでおこう。さすがに捕獲せんでおこう。結構あれだな。あ、閉まった。俺チャリ鍵かけてないわ。やばい、パクられるかもしんない。チャリパクられるかもしんない。チャリパク。チャリに鍵かけてこよう。やばい奴らが、パクるかもしんない。パクるかもしんない。いや、今日もいい満月だ。お、星もいくつか見えるぞ。今日は満月だ。帰る。いや、帰らない。チャリパクに期待。チャリパク？おい、これなんだこれ。ゴルフ禁止だって。ゴルフやれる？やれんの？ゴルフ。やる敷地あんの？ゴルフやる敷地あんの？パクられる。チャリパク。チャリパクされる。チャリパク。張り込んで現行犯で捕まえましょう。いや、その前に逃げられる。現行犯の前に多分逃げられるで。
パグったら。パグったらそのままピューンって言って追いつけへん。追いつけません。現行犯で捕まえるにしろ捕まえられへんね。チャリパクはやばい、さすがに。さすがにチャリパクられるとやばい。ゴルフの素振りと見せかけて通行人を殴打する人がいるんじゃね。GTA じゃないか、それ。それグラセフ、グランドセフトオートの世界じゃん。ゴルフクラブでボッボッボッって。おノースリーブの女の子が今、どっか行ったぞ。チャリで。いやー、いいね。あの人の、あの脇の匂い嗅ぎたいっすね。脇の匂い嗅ぎたいっすね。チャリパク大丈夫？あれ、俺チャリどこやったっけ？あれ？あ、俺そ、わ、あ、ごめん。普通にチャリパクとか言ってるけど、やばい。ゴルフクラブはマジで痛いよ。よく考えたら俺チャリで来てなかった。今日さ、ここにさ、チャリで来たからさ、チャリで来たもんだと思ってさ、今、戻ったんだけど、チャリ来てなかったんだけど。笑けるんだけど。動物の遺棄、虐待は犯罪です。って書いてある。やばい、完全に、行かれた。お前か。やばい、行かれたかもしんない。俺の脳が、よくよく考えたら俺徒歩で来たんだった。よくよく考えたら俺徒歩で来たんで、来てんですけど。徒歩で来てるんだが。徒歩で来てんのになんで俺チャリと勘違いしたんだ。バカだねー。いねえかな。いそうやねんけど。セミいねえかな、セミ。セミの幼虫。セミの幼虫。まさか、うか途中だとは思わなかった。ん？ん？あ、すごい樹液が出てる。これ、松ヤニだ、これ。これ、松だ。松ヤニが出てるわ。でもやっぱ暑いな、割と。割かし暑いな。割かし暑いな。まあ暑いってほど暑くもねえんだけど。暑いってほど暑くはねえんだけどさ。ラジコン飛行機、ヘリコプター及びドローンなどは飛ばさないことって書いてある。だって。ドローン飛ばしちゃいけないってことはさ、ドローンってさ、何のためにあるかわかんなくね？だって飛ばすためにあるもんだろ。それ飛ばさないでくれってさ、もう意味なくね？ん？あ！やばい！セミの幼虫が、なんか寝転がったまま孵化を始めたぞ。孵化っていうか、なんていうんだっけ、あれ。羽化か。羽化を始めたぞ。やばい。頭のあたりがもうすでに、羽化始まってやがる。やっぱ直前だったか。
だって木についてるもん。割と直前だよね、それはね。それは直前だわ。結構疲れるな。セミくん、セミくんまだかね。セミくん、セミくん、こうしたらいいのか。セミ、セミ、セミくん、セミくん、セミセミ。あ、ハサミムシがいた。いや、ハサミムシもいいよ。ハサミムシはもういいよ。セミくん。セミくんを探すのだ。セミを探すのだ。むむ。セミを探すのだ。ダンゴムシはいっぱいいるのだ。セミを探すのだ。まだ花火してるぞ、あいつら。まだ花火してますよ。キャツラ。大丈夫かなこいつ。あー、おい、8日も始まってるぞ。やべえぞこいつ。もうやべえぞ。もうこいつさ、もうさ、孵化始まったんだが、やば。横になったままあれだ、完全に羽化不全だぞこれ。羽化不全になる。やった。羽化不全ですね。横になったまま浮かしてるか、浮かしてるね。あのとか。火につけてやれば。いや、食いますよ。もう今さら火につけても無駄ですね。確実に無駄ですね。今さら木につけたところで羽化できねえよ。確実に羽化不全だろ。そんな無駄な行為はしない。無駄です。実に無駄です。
ここら辺にいねえかな。いねえかな、いねえかな。なんだこれ。いねえかな。いねえかな。いねえかな。いそうなんだけどな。これ多分桜の木だろ、これ。意外と地面に転がってる可能性も。うわ、なんだお前。びっくりした。ぬこ。ぬこびっくりした。ぬこ。ぬこがいた。びっくりしたー。こいつ野良か。あ、樹液が出てる。樹液です。セミ以外ほぼいないな。セミ以外、カメムシがいた。カメムシは臭いから食わなくていい。カメムシは臭いから食わなくていい。結構カメムシいっぱいいるな。カメムシ、カメムシ結構いっぱいいますね。あ、カメムシまたいる。カメムシ多いな。俺はカメムシ食わねえとか言ったからめっちゃ出てきやがった。いそうなんだけどな。うえ、あ、いた。あー、また羽化途中。これ何ゼミ、これ誰か、昆虫博士、昆虫博士、おい、これ何ゼミだ。これまたいるぞ。これちっちゃいやつ、ちっちゃいですね。アブラゼミよかちっちゃいですね、これね。もういいか。これ捕まえるか、もうこれ。もう捕まえようぜ。ニンニン。ニンニンゼミ。もう捕まえる。もういい。もう、知らん。知らんわ。よし。ニンニンゼミゲット。このさ、ニンニンゼミいっぱいいるね。ニンニンゼミいっぱいいるね。ニンニーゼミいっぱいいるぞ、おい。多分ニンニー。多分ニンニー。なんかね、泥がついたようなね、タイプ。なんか、抜け殻に泥がついてるような、泥がくっついてんだよな。あれ、泥なのかな、あれ。わかんないけど。あ、ヤスデ？ヤスデだっけ？うわ、ヤスデがいた。ヤスデちゃんがいたぞ、ヤスデちゃんが。あ、ゲジだ。ま、ヤスデじゃなかった、ゲジ。うわぁ。気持ち悪い。ゲジは気持ち悪い。ゲジゲジだ。やめとけ、わら。ゲジゲジがいた。うわ、ゲジゲジは気持ち悪いから食べない。ゲジゲジはね、気持ち悪いから食べない。うん。ゲジゲジゲジ。アブラゼミまだっすかね。アブラゼミまだっすかね。
アブラゼミくん。時期的にあれなのかな、まださ、7月になったばっかだからあれなのかな。7月になったばっかだからさ、22しかいないんじゃない、そういうなんかあれあるんじゃない、わからんけど。まあわからへんけどな。そういうなんかの、うわ、またカメムシがいる、またカメムシがいる、うわ、カブトムシいた、カブトムシ、おい、カブトムシがいたぞ、マジで、うわ、すげえ、ほら、すげえ、すげえ、しかもこの木何の木だよ、この木何の木にカブトムシいたんだけど、やったー、すげえ、これ何の木だよ、ここの木、この木、この木何の木だよ、この木何の木、気になる木だよ、コナラか、いや、コナラじゃない、明らかにコナラでもないし、クヌギでもない木に、なんかこれ誰か捨てたんかな、この木何の木だよ、これコナラでもないし、クヌギでもないぞ、この葉の特徴は、ちょっと待って、結構でかい、びっくりした、でかいのがいきなりさ、黒いのがさ、物体がいたからさ、これ何の木だよ、これ葉っぱで誰か識別してくれる、葉っぱ識別してくれる、ちょっと待って、葉がね、届くとこにないんだよね、あのジャンプしても届かないんだよね、ええ、葉っぱがですね、この木だよ、これだよ、この幹、幹見て、これだぜ、これクヌギでもコナラでもないだろう、この木にいたんだぜ、ひえー、カブトムシのオスです。オスがいました。やっと。この木。ほほー。この木何の木だよ、まさに。こんな木、クヌギとコナラじゃないだろ。どう見ても。こんな木にいるんだ。わら。考えられん。これ何の木だろう。ここにいたからね。だって樹液も何もないところにいたんだよ。樹液も何にもないところに。ペタってくっついてた。誰かが、カブトムシ飼ってて、飼えなくなって捨てたんちゃうかっていうレベル。何の木だろう。だって樹液とかも出てないもんね。嘘だ。ちょっと、あれ。これちょっとこの木覚えとこう、この木今度来るとき覚えとこう、この木な、この木今度覚えとこう、この木は、この木は覚えとこう、うへー、びっくりした、うわ、意外と何にも何の変哲もない木にもいるかもわからんぞ、これ何の変哲もないところに、嘘、これ地面もすげえ硬いしさ、どうやって出てくる、幼虫で出てきたって言うでしょ、まあ、ここじゃないかもしれない、カブトムシは天然と養殖見分けられない、せやな、かなりちっちゃいですね、このカブトムシだから誰かにあれされたんかもしれない、捨てられたんかもしれない、捨てられたタイプのあれかもわからんぞ、桜の木ではないな、でもでかい、かなりでかい木です、木にいたから意外とこういう何の変哲もない、何の変哲もない木にも
ヘトって張り付いてるもん。びっくりだよ。桜にはさすがにいないよな。桜には多分いないと思うけどな。あと栗の木、栗の木とかにいるらしいっすよ。栗の木、栗の木、クヌギとコナラ以外だと栗の木がいるらしい。栗はいる。そう、栗の木なのかなこれな。まあちょっと葉っぱ持ってこよう。葉っぱちょっと取れる位置。これ何の木だかわかります？これ多分この木だ。これ栗の木なのかもしれない。こういうタイプ、もしかしたら栗の木のワンちゃん、ワンちゃん栗の木でしたっていうパターン。まあ天然じゃないじゃないですかね。天然じゃなくて、あの養殖かもしれない。天然じゃなくて養殖だろうな多分。いや、探してみるもんだな。こんな何の変哲もないとこに。でもすげえな都会で。せやで。いや、いるって。いや、都会でもいるんだよ。しっかり足立区でもな、お前、栗の木とか、ねえ、探せばある、いるんだよ。きっと。きっといるんだよ。これ何の木？当時、白字、なんだこれ？これなんて読むんだこれ？読めねえんだけど。これ違うな。これじゃないな。この木じゃないんだよ。まあ、後で鑑識に回しましょう。あれは後々、鑑識に回せます。ニコ生のね、植物、植物を、こよなく愛する、リスナーが多分どっかにいるんで。こよなく愛するリスナーが、どこかに。ピトってくっついてるのびっくりだな。びっくりだね。ゴキブリかと思った。でも多分ここら辺だと多分誰か捨てたんちゃうかな。おそらく。誰か捨てたんちゃうか。意外とそこら辺とことか歩いたりするからな。そうな気だな。いなかった。多分いない。これは多分これ何のあれかな。わからん。クヌギとコナラの木ってさ、こういうさ、タイプなんだよね。こういうタイプ。これは違うけど、これはクヌギでもないし、コナラでもない。この葉っぱだから、これ葉っぱだから、多分はないと思う。このツルツルだから。クヌギの葉とコナラの葉はギザギザ入ってんだよね。これ違う。これちゃう。これはちゃいますね。意外とね、テクテク歩いてたりするからね。マジで。テクテク歩いてたりするからな。かゆ。かゆかゆかゆ。かゆかゆかゆ。うわぁ、あれだな。ここら辺あれだぞ。
ヤンキーのたまり場になってる。何人かいる。ヤンキーっていうか、ただのあれだ。ただの、なんか。柳もいるって聞く？柳？本当に？意外とそこら辺徒歩で歩いてる可能性あるから。あの、幼虫が。去年ね、あの、ポケモン GO してた時に、ここ来たんだけど、ここら辺を歩いてたからね。なんか動いてるのいるなと思ったら。何探してるんですか？カブトムシとかす。いました？カブトムシいたんすよ、ほら。ほら、多分誰か、誰か捨てた。あ、普通にはいないですかね。いや、わかんないっすね。で、いるかどうか、あの、カブトムシね、さっきね、普通に木に止まってたんですよ。え、これは？これはセミ、セミですね、セミ。いいの？カブトムシなんているんですか？いたみたいです、ね。ゴキブリは？ゴキブリはちょっとわかんない。すごっ。クワガタ見つけたら教えてください。あ、クワガタね、俺も見つけたいですけどね。ですよね、クワガタ。クワガタもね。いやでもカブトムシいるとは思わなかったね。びっくりした、びっくりした。あ、なんかいる。うわ、ゴキブリだ。ゴキブリ、これ茶羽かな。ゴキだ。ゴキがいた。完全にドキュンだった。完全に、あのね、上半身裸でした。上半身裸でしたよ。で、筋肉ムキムキだった。筋肉ムキムキくんだったわ。うわー、でもすげえな、嬉しかった。まさかカブトムシ見つかるとは思わなかった。マジで。見て。まさかカブトムシ見つかるとは思わなかったな。ふう、びっくりした。いや、いるもんだね。意外といるもんだね。意外とね。意外といるもんだね。ああ、それは分かった。カメムシいっぱいいるな。もう3匹もいるんだけど、ここに3匹もいるんだけど。カメムシ多いな。うひゃー、俺栃木だけどカブトですらそんなに見つからないぞ、わら。いや、多分都会だから捨ててる人も多いんじゃないですか。結局そういうことっしょ。うわ、なんだこれ。ここの木めちゃくちゃ、あれがいる。なんだっけ。カメムシが大量にいる、ここの木。うわ、うひゃ、なにこれ。何の木だよ、これ。カメムシだらけじゃねえか、これ。20匹ぐらいいるぞ。この木。皆さんよく見る、こういう木。でも栃木って割といそうだよね。なんかイメージとして栃木だから、木だから割と自然がありそうなイメージがある。まあ、勝手な妄想だろうと思うけど。またこれカメムシいっぱいいるわ、ここは木。この何の木か知らないけど、この木めっちゃいるな。めちゃくちゃいるな。この木めっちゃいるな。栃木でクワガタはノコギリだらけ。ノコギリだらけ。俺新潟行った時ノコギリなんて一回も見たことないぞ。
一回も見たことないぞ、ノコギリなんて。あんなレアなやつ。レアなやつ、あんな一回しか見たこと、一回も見たことないよ。レアすぎて。いやー、でもいるもんだな。いやはや、驚きました、僕は。驚きましたよ。ただ、セミがいないっすね。セミがいないっすね。セミがいないっすね。ん？今何時？もう0時2分。広島もノコギリだらけだった。美山は見たことない。ああ。神回だった。美山はね、高い、標高の高いとこしかいないんですよ。あいつら。あ、コウモリだ。コウモリがいるぞ、コウモリが。コウモリだ。あ、ここか。ほほー。あー、疲れた。うひゃー。ダンゴムシだらけ。確かに神回だった。いやー、びっくりですね。ちょっと帰りますか、じゃあ。いやー、びっくりこいた。いやー、びっくりはこきまろ。びっくりはこきまろでした。ね、明日はね、ちょっと別なポイント行きます。ここの公園じゃなくて、もう一箇所、くぬぎとこならがある公園があるんですよ。ちょっとチャリで行かないといけない距離なんですけど、まあ明日はチャリで。今日の成果はセミ2匹とカブトムシ1匹、過去天然かどうか不明、天然なのか。あ、いいね。おいおい、道端に カブトムシが落ちてる。なんで。カブトムシ2匹目ゲット。これ絶対捨てただろ、これ誰か。これ絶対仕込みだろ、これ誰かの。これ誰かの仕込みだろう。確実に。むへぇ !2 匹目ほら !2 匹ゲット。すげえ。ここにいた。ここに、道端に、歩道にいた、歩道に。どういう理屈？誰か捨てたんだろう、絶対。どういう理屈？この近くの木にもいないよね。誰かマジ捨てたんちゃうか。うひゃー。うひゃー。びっくり。一匹食べるか。一匹食べるか。一匹食べるか。確率的にこんなのありえん、わら。びっくりこきまろ。もう確率は、確率という、あれを打ち消したね。なぜか道端にカブトムシが落ちているという。謎現象。多分誰か捨てたんだろうな。多分誰か捨てたんだろうな、これ。多分誰か捨てたんだろうなと思う。一匹は食べましょう。もう一匹は飼育します。メスと交尾させて卵を産ませる。一匹はね。メスはめっちゃいるけどオスだもんな。いや、オスだからこそ誰か捨てるんすよ、おそらく。誰か捨てるんすよ。買って、で、結構カブトムシって、あれなんだよね。
カブトムシって、多産なんですよ。50個ぐらい卵を産むんですよ。で、増えすぎて飼えなくなったパターン、あり得る。そんで放虫してるという可能性が十分にある。というか、してないレベルないでしょ。卵がね、とにかく大量に生まれるんですよ。一匹のメスから50個ぐらい生まれるんで、で、それを飼育したら、もうどんどん、ネズミ算式に、ね、増えるという。増えていくというね。これあれだな。これ動画化決定だな。これ動画にしよう。動画にこのタイムシフトキャプって、ヨーツベにあげよう。ニコニコにもあげよう。まさかの、足立区の公園で、公園の歩道に何かいたーみたいな。木にもいたーみたいな。なぜかしかも歩道にもいたーみたいな。なぜか歩道にいたーみたいな。天然とかの見分け方だっけ？天然はなんかあれなんだよね。角が結構削れてるとかなんとか言いますけどね。まあわかんねっす。実際のところわかんねっすね。で、言いかけたんですけど、明日の11時からはちょっと遠出ちょっとして、チャリで20分ぐらいのところにクヌギの木があるんで、クヌギとコナラどっちかわかんないですけど、まあ間違いなくあるんで、ある公園があるんで、そこ行きたいと思いますね。いやー、びっくらこきまろ、クラコキマロコキマロ。やっぱあれだね。一匹は飼育。一匹はね、メスがうちにいるんで、一匹だけ。そいつと、交尾させてもらって。交尾してもらって。で、卵をね、孵化させるという。いや、びっくりだな。絶対取れないと思ってたもん、今日。確実に今日絶対取れないだろうなと 100% 思ってたんですよ。でね、近くのペットショップでね、オスがね500円だったんですよ。ってちょっと考えたもんね。買おうかなーって考えたもんね。ちょっとだけ考えたもんね。いや、びっくり。さすがにびっくりだわ。いや、もうびっくりすぎて、もうついていけねえレベル。時給1000円超え、おめでとう。時給1000円でした。いやー、時給1000円。なかなか、あれだな。金になったわ。マジで。暑っ。でも今日はだいぶ涼しいな。昨日に比べたらだいぶ涼しいっす。でもやっぱ夜はいるね。夜中はね。本当に夜中は本当にいっぱい虫がいるわ。マジで。夜中は虫いっぱいいるわ。楽しいね。やっぱり。昆虫採集は楽しいね。やっぱ大人になっても昆虫採集は面白いわ。マジで。で、家帰って、そう。あー、疲れた。家帰って、とりあえずカブトムシ、隔離して、
カブトムシ隔離して、いやー疲れた。あ、そっか、一匹は食べましょう。一匹のオスは食べます。ね。皆さんお待ちかねのね、あの、食べるコーナー。食べるコーナーね。なんか虫よ寄ってねえかな。トイレ。夏休みよくクワガタ取り行ったけど楽しかった。せやね。楽しいっすよ、ね。せっかくなら調理シーンも見たい。調理シーンは動画でですね。調理シーンは動画で。とりあえず、あの、ここどこだっけ？あ、こっちか。調理シーンは動画で。いやー疲れた。ふう。いやー今日面白かった。いい運動にもなったね。いいウォーキングにもなりましたよ。いいウォーキングになった。喉乾いた。疲れた。とりあえず家帰ったらあれだな。真っ先に調理する。調理しましょう。川の近くのクヌギとかコナラは確率高い。ああ。いや、割とね、あれなんですよ。川は近いんですよ。割かし。割かしチケンっすよ。割かしチケっちゃチケンっすよ。なんで川の近くにいるんだろうな。それどういう理屈なんですかね、それね。なんで川の近くにいるの？ようわからへんけど。どういう理屈？それ。なんかの理屈があるんでしょうね。湿度が高いとかな、わからへん。ちょっとあの水があるからちょっと土が湿ってていい感じなんかそういう感じ。あーつ、いやーこんな夜中にちょっと興奮してしまった。やっぱ夜はいいな。誰もいねえ。ヤンキーしかいねえ。あの、上半身裸の、あの、ヤンキーしかいねえ。上半身裸のヤンキーしかいねえ。マジで。よいしょ。ということで、皆さん、皆さんお疲れさんでした。